皆さんこんにちは、池田愛理です。さあ今回はアクオスサウンドバーの新製品 HT-SB700 についてご紹介します。今日もいろいろ教えていただくのはシャープの長沼さんです。シャープの長沼です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日のゲスト、もう音の専門家です、大貫拓人さんです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあラジオ DJ やってますからね、はい、うん、ラジオ DJ って年間何万枚もの、うん、まあ、新しいアーティストの CD であったり、まあ、データをもらって、うん、またはねライブ DVD とか、うん、もうずっと聴くっていうのが一つ仕事なんでね、うんうんうん、その環境をね僕相当こだわってるんですよ、うん、だから自分の一応オフィススタジオ環境は、うん、しっかりちゃんとなれるような、まあ、いわゆるそのプレイヤーとスピーカーとで置いてて、結構ねそこは大事にしてるんですよね。なるほど。だからね音はうるさいですここうるさいってこと。僕は結構こだわりありますからね。こだわりが強いですよね、はい、そうなんですよ。でもそういう意味では今回のこのアクオスサウンドバーっていうのはすごく興味おありですか。いやそうなんですよ、うん、だから実際に今ねここにアクオスがあって、はい、このサイズ感って、うん、うちのアクオスにちょっと近いんですよね。そうだ、大貫さんアクオス実際にお家でも使われてるってことですから。でこのサイズ感って、うん、音を、まあ、さらにこう良くするためにあれ、はい、したらどうなるのかって、うん、未知なんですよ。そうでしょ、今回ね実は長沼さんにいろいろ教えていただいて、はい、私事前にこちら接続しておきました。今回はこのアクオスサウンドバーがあるのとないのとで、うん、どういった音の違いがあるのかというのを実際に体感していただきたいと思います。楽しみです。はい、それでは早速サウンドバーがない状態のテレビのスモートをちょっと聞いていきたいと思います。はい、わかりました。十分いい音。これでも十分いい音なんですけども、ね、これで十分ですよ、ね、はい、もう来ました。うわすごい、うわ何これ。この後ちょっとより立体感、はい、おあるのとないのとでちょっと聞き比べていただきましたけど、はい、もう違うっておっしゃってましたね。もう違いましたね。音がね、平面で鳴ってないんですよ。もうここら辺で鳴ってる音、もしかして後ろで鳴ってる音とか、上から鳴ってる音とか、まあ本当になんか視覚でこう音楽を聴いてる、そういう感じでしたね。まさにその通りで、この HT-SB700 なんですけども、はい、ハイト方向のスピーカー搭載してまして、うん、音の高さ、これが表現できるようになっています。今日聞いていただいているこの48の EQ2 というモデルなんですけども、はい、ドルビーアトモスに対応してるんですけども、ハイト方向のスピーカーがついてないんですね、うん、ですんでこのサウンドバーを追加することによって、うん、より立体感を楽しめるというようなサウンドバーになっています。なるほど。大貫さん、ドルビーアトモスってもちろんご存知ですよね、うん、あ、名前はね、聞いたことありますけど、うん、具体的にどういうものなのかっていうのをちょっと気になってるんですよね、うん、このドルビーアトモス自体、その劇場で使われている立体音響の技術なんですね。最近ですとこう BD とかそういった部分でも楽しめるんですけども、うん、今そうネットのコンテンツ、Netflix とか Amazon プライムビデオ、U-NEXT とか、あとはディズニープラスですね。こういったネットコンテンツもドルビーアトモスに対応してきてます。このサウンドバーを足すことで、うん、より立体感を味わうことができるようになってます。すごい。だからいわゆるスパイスをパッて足すことによって味が強調されるっていう、うん、まあ、それと同じようにこう本当にあれを足すことによって本来持ってたポテンシャルをちょっと上げちゃうよっていうことなんですね。そうですね、はいはい、本当にいわゆる没入体験っていうこういうことなんだなと思います。そうですね、これまさにこれが立体音響という形です、ね、すごいですね。どんな気になることありますか。はい、このリモコンなんですよね、うんうん、こんなもう僕ら初心者でも音の設定だなんだって変化みたいなことで楽しむことができるんですか。ぜひちょっと操作してみてください。いいですか、はい、音量の上下で、はい、
もう音量の上下、はい、なるほど。ですね、あのこのようにですね、うん、アコースのリモコンでこの音量の上下、とか消音とか、あとは音声切り替えもできるようになっています。だからリモコン一つで主な操作っていうのができるようになっています。なるほど。あのアコースとの連携機能で、ファミリンクパネルというような、ファミリンクボタンがあるんですけど、これを押していただくと、このようにあのテレビの方に画面が出てきて、こういろんな操作ができるというような形になっています。これだから外のスピーカー、外部スピーカーと切り替えもできちゃう、はい、もしあったらもうテレビのスピーカーに変えるとか、そういうようなことができますし、あとジャンル連動っていうのがあるんですけども、あのテレビの番組表からその番組の情報を拾ってきて、そのサウンドモードを自動的に変えると。勝手にやってくれるんですね。もう自動でやってくれますんで、あの番組表からテレビの情報を拾ってきますんで、はい、それに合わせた形で、サウンドモードというのをもう設定してくれます。例えば音楽に特化した番組だったら、はい、それに合わせたようなセッティングになっている、はい、そうですね、この子がちゃんと組み取ってやるんですか。やってくれますね、はい、すごいな、便利ですんで、はい、それこそあとのアクオスの連携機能と、アクオスのテレビ、アクオスのサウンドバーの組み合わせでできる形になっています。すごい、だから最高の音で楽しむための提案をもう常にアクオスがやってくれるという、うん、自動でやってくれますね、はい、素晴らしいな。さあということで今回はこのアクオスサウンドバー実際に聞き比べをしていただきましたけれども、うん、いかがでしたか。いや全く違うものですね、うん、もうつけるだけでこんなに楽しい気持ちになれるっていうか、うん、本当に本来持ってる音の良さ、うん、おそらくクリエイターがすごくこだわった調節みたいなやつを僕たちは本当に半分ぐらいしか受け取ってないのかもしれない、うんうん、だけどこいつはもう最大限引き出してそれを楽しませてくれるんですから ね、 これはいいですよね。なので実際にアクオスを購入された後に、はい、さらに音パワーアップしたいという時もいいですし、もちろんこの生活のスタイルに合わせたこのサイズに合わせてこのアクオスのサウンドバーを追加してもよしということで、皆さんぜひね日常の音楽をさらにレベルアップするのいいんじゃないでしょうか。いや、違いないと思います、ね、さあ今後もこちらの丸ごとシャープでは皆さんに役立つ情報、生活に活用していただけるお得な情報などなどたくさん配信していきますので、皆さんぜひシャープの公式 YouTube チャンネルに登録して引き続きご覧ください。ありがとうございました。